ミュータ春のくだらスペシャルアイドル女子会です。立ち上がりました。理想のアイドルが一番多く食べるものはということで、まずこんな回答がありました。じゃじゃん、さくらんぼ。はい、ねりちゃん。はい、なんかアイドルはなんかすごいピンクで、すごい柔らかくって、そういう可愛らしい食べ物かなって思ってさくらんぼにしました。さくらんぼよく食べる人？さくらんぼ好き。さくらんぼ好き。はい。お、じゃあアイドルはやっぱりさくらんぼイメージもありますよね。可愛いもんね。さくらんぼ好きです。好き。天才がさくらんぼ。みんないきなり嘘つき始めました、ね、こちら大豆。大豆、はい、これは大豆です。大豆です。なんかあの体に良さそうじゃないですか。だからなんかアイドルはなんか健康に気を使ってそうだなみたいな思って、こういう美容関係にも美容にも健康にも、はい、いいものを食べてるイメージ。はい、続いてこちら宇宙食。これは宇宙食。はい、私なんですけど宇宙がちょっぴり好きで、だから宇宙食食べてるアイドルってあんまいないじゃないですか。でもいたらすごい理想だなって思いました。食べたことあります。宇宙食アイス、宇宙のアイス食べたことあります。すごい、どう？発泡スチロールが甘いみたいな。すごい美味しいんです。乾燥してるんですよ、カピカピで。アイスだけど乾燥してて、乾燥しててそう口の中にでとろけるんです。乾燥いちごみたい、宇宙のいちごみたいなのも食べたことあります。真空パックされてる感じ。そうです、シャリシャリ言うんです、いちごが。すごい。それはスーパーとかで売ってるんですか？宇宙センターで買います。宇宙センター。知らなかったんだけど。宇宙センターに行ったことがあるんです。 NASA だ。 NASA。 NASA。 そうです。では次のテーマはこちらです。アイドルにとって一番必要なことは、こんな答えがありました。シンデレラらしさ。シンデレラ養成学校っていうシンデレラの生まれ変わりを育てる学校に通ってて、そこでなんかこう私トップなんですよ、成績とか。なのでテレビとかでシンデレラの生まれ変わりって言っていいよっていう許可を、許可が出た、はい、あの女王様からもらって、それで言わせてもらってるんですけど。初めでした。あやちゃんには言ったよ。はい、言ってない。私一応茶畑のシンデレラなんですけど、私もそのなんか言っていいんですかね。言ってる？シンデレラ養成学校行った？でも養成学校で会いましたよね、一回。そうなんですよ、実は。そうだったの？結構仲良くて、で私たちがなんかトップだったんですよね。そうなんですよ。自分もトップになっちゃったよ。まだあの2人しかシンデレラって言っていいよって言われてなくて、それで言ってる2人なんですよ。最近は結構私がもう学校の中でもズバ抜けちゃって、なんか私がズバ抜けちゃって、あの、はい、私が校長先生のシンデレラ養成学校も作らないかって話がちょっと来てるんですよ。私もその話来てるんですけど。そのシンデレラっていう場所からもうやめたいなって思っても脱げられないから。痛くないよ。では次の意見見てみましょう。こんな意見もありました。笑顔大きく書いてくれましたね。笑顔、これ書いてくれた人。はい。お、笑顔はアイドルだけとは限らず人として笑顔は大事だと思います。おお、これ結構ねいろんな人が書いてくれたんですけれども、スマイルエイジちゃんの中にもね、はい、笑顔って書いてくれた人。スマイルエイジだから。そうだね、私はスマイルをマイルエイジするっていう意味がグループ名に込められてるので笑顔は大切にしてます。もうもちろん、はい、ね、24時間年中無休笑顔です。この笑顔っていう中ですね、変顔って書いた人がいるんですね。
これは、はい、変顔って書きました。もちろん笑顔もすごい大切だと思うんですけど、変顔しても可愛いんだぞっていうのがアイドルかなって思いました。と